じゃあもう一回頭からよろしくお願いします。はい、はい、頭っていうのはドア頭から行くその頭じゃない。違う、頭からドア頭じゃないんだよ。違う、頭から行くのにね、頭から行くよ。お腹空いてない？できた。できた。やー。
やばくやるときやな、アンパンマン当たってるよっしゃ、じゃあちょっと水飲んでいい、水休憩しよう。水飲んで、あと一曲やって。全然聞いてくんない人の話だからいつもそうなんだよ、この人としているときに。俺はいつも一人ぼっちにさせられる。ごめんごめん、呼んだ？うん、呼んでない、呼んでない、呼んでない、仲間だよ。偽物の、偽パンマンだ、偽パンマンいいけどさ、偽パン偽パンいい、偽パンマンはダメだよね。めっちゃ受けてた今、店受けてたよね、スボだね、そこね、店パンマン、店パンマン、しょうもね。変なことを覚えて帰っちゃいけないよ。違うよ、うち帰って店パンマンだとか言ったらどうする。はい、あれだね、本当だよね。頭の中は本当まださ、5歳児だからさ、変わらないね。しょうがないよね。じゃあ、ぼちぼち時間、今時間があって巻きって言われたので、はい、いや休みたいって言ったの自分だからね。時間がとか言われちゃった今。じゃあやろうよ、さっきのやつね、はい、もう一個のやつね、うん、譲れない。じゃあこれは歌入りでお願いします。7月6日買っていただく中で、9月22日のライブに、シークレット席に招待させていただくと、まあ、なんとですね、7月6日、まあ、こちらの会場になります。来ていただく方はリンドバーグさんから片瀬真希さんとチェリーさんがご参加いただきます。でボーカルに、田村直子さん、ダイヤモンドユカイさんがご参加いただいて形になっております。そしてここにもし来ていただけるようであればですけれども、画面に書いているんですが、なんとですね、同席クラスの9月22日のシークレット席をご用意させていただくという、とても不思議なプランをご用意させていただきました。なんと7月6日買っていただくだけで、9月22日のライブに、シークレット席に招待させていただくと。いう形になっておりますので、ちなみに9月22日は私が大好きなサンプラザ中野くん、はい、そしてパパラ河合さんご参加いただきます。ステイパートンですね。いやいや、こちらパートンから、ジルさんの、ギターの本田さんが出演が決まっております。9月の方にご興味ある方は7月にチケットを買ってもらわないと見れないかもしれませんので、その辺もご興味ありましたらぜひお買い上げをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。